諦めろ諦めろっていうのは、まあ、この本の一つのコンセプトでもあるんですけど、はい、これ結構ね卑怯な技として はい、ノースブリッジの北里洋平です。今日はですね、サンクチュアリ出版の、はい、サンクチュアリ出版から参りましたライターのゆきと申します。ゆきさん、お願いします。今日本当はねサンクチュアリ出版さんで取材をしていただくっていう話になってたんですけど、せっかくだったら動画を撮って YouTube のネタにしようということで、急遽取材をねうちでやってもらうということで、はい、C 社を吸いながら、はい、C 社吸ったことあります？いやもう全然こんな重いんだってです、ね、そもそも C 社がどういうものかっていうと、はい、まあ、中東が発祥のエジプト発祥の文化で、まあ、タバコに糖蜜をつけてフルーツの香りをつけて、それをまあ香りを楽しむような嗜好品なんですけど、なんか向こうだとイスラム系とかだと宗教上お酒が飲めないので、その代わりの嗜好品みたいな形で、まあ食事の前とか後とか、まあ食べながらとか含めて、なんかお酒の代わりにシーシャをするみたいな感じで、すごい流行ってるんですけど、お酒の代わりなんですね。そうなんですよ。でシーシャのいいのって、例えばお酒飲む人でも、例えば日本でじゃ食事しました、じゃこの後二次会行こうって言って、じゃバーに行ってもお酒飲まない人ってこうちょっとねなんかノリについていけなかったりとかするじゃないですか。で C 社ってお酒飲む人も飲まない人も一緒になって楽しめるっていうのが一つと、あとはまあちょっとインタビュー中はどうかと思いますけどC 社の魅力って、例えば2人でバーに行って無言のまま5分10分経つと気まずいじゃないですか。なんか喋んなきゃとかって思うじゃないですか。っていうことは人って会話にずっと気使ってるんですよね。でもC 社ってそれこそ吸いながらそれこそ30分1時間何もお互い喋んなくても時間として成立するんですよ。なので会話自体にそんな気使う必要がないっていう、話したい時に話せばいいしっていうような、まあインタビュー中にそれやるとねなんか終わりますけどまあでも吸ってみてください。いやでもまさに緊張してるんでちょっとほぐします。おマイナスプロモーションなんか大谷さんに煙がそうそう、でも口から煙が出るのが新鮮じゃないですか。面白いですね、うん、という感じで今日は C 社を吸いながら、はい、うちはですね打ち合わせの時とかも常にみんなで C 社吸いながら、はい、最高ですね、はい、なので弱音を吐くの煙を吐くのかっこいいそうで、でもね C 社って、うん、それこそ例えば毎日仕事します、うん、でこう仕事前にこう朝こう、うん、職場に来てこう C 社を吸うんですよ、はい、でこう一吹き目の煙で眺めると煙がバーッと出て消えてくじゃないですか、はい、だから吸う時にその日にやらなきゃいけないこととか責任感とかいろんなものを思い浮かべて、はい、煙と一緒に出すんですよ。おそうすると綺麗に消えてってくれて、はい、明日でいいかと減るっていうのが C 社の一番 の, 魅力かなと思って仕事終わったみたいな明日でいいっていう思わせてくれる。これ日本人ってすごい責任感とかねやっぱあるから、はい、そういうのをね少しでもちょっとラテン系になってもらいたい。なるほど。こう煙と一緒にそういったものを消して一日を始めるっていうのも、はいはい、いいんじゃないでしょうか新しいモーニングルーティーンのということで、まあはい、動画のねYouTube の方の導入の話はこんな感じで、まあ、あとはもう、はい、じゃあお任せします、はい、何の取材でしたっけ今日は、まあ、自伝、悪あがきを出版されて、はい、でその中でも結構わがままを貫くっていう、はいはい、のがたくさん出てきたと思うんですけど、でもちょっとうがった目で見るとそれって北里さんだからできたんでしょみたいなのがあるんですね。特に私、まあ、ちょっと日本人的なところが結構あって、なんか、まあ、やりたいことはあるんだろうけども、なんかキング、自分の中のキングがなんか見えないかったりとか、何がやりたいのか分からなくなっちゃったりとかするので、
まあ、今回はそのわがままを貫くにはどうすればいいのかっていうのをメインテーマに聞いていこうかなと思っております。はい、わかりました。はい、でまず一番最初なんですけど、まあ、キングイコール一番わがままな自分っていうことをおっしゃってて、それがまあ本音であり欲求そのものっていうお話があったと思うんですけど、で悪あがきの中だと、ちょうど学芸会の時に後ろの金魚鉢から出てきたっていうエピソードがあったと思うんですけど、なんかそれを読んだ時に自分の中のキングはどこにいるんだろうっていうのをすごい考えたんですね。その自分の中のキングを呼び覚ますにはどうすればいいのかっていうのを、多分純度の問題だと思うんですよ。純度ですか。例えば自分の中にいろんな自分がいるじゃないですか。強い自分、弱い自分とか、ずるい自分とか、いろんなのがいる中で、ほとんどの自分ってこう自分の本音だけじゃなくて、例えば学生時代だったら先生がとか親がとか、社会に出たら上司がとか会社がとか、いろんな事情も踏まえた上で、だからこうしなきゃなっていう結論に行きがちじゃないですか、はい、でもわがままの自分、あの本の中でわがままの自分のことキングって言ってるのは、なんでキングがいろんな自分がいる中で頂点かっていうと、唯一わがままの自分だけが混じりっけゼロというか純度 100%、こう自分のわがままとしては本音としてはこうしたいんだよねっていうのが強いのがわがままの自分だと思うんですよ、で当時小学生とか本当わがままだったこうなんならちょっと病気扱いですよね。そのわがままであるっていうことが日本の学校ではあんまいいイメージじゃないじゃないですか。わがまますぎるやんちゃみたいな、なんでお前はそんなわがままなんだ、なんか聞き分けが悪い、こうでそんなことをずっと言われ続けて、でそれって本当にそんないけないことなのかっていうことも含めて、であの本の中でも書いたんですけど、その学芸会のその配役を決めるそのクラスのね、授業の中で当時その演目が裸の王様だったんですけど、王様役、家来役、仕立て役、村人とか団員ってある時にぼーっと眺めてて、で自分のわがまま的にはどうせやるんだったら目立つ主人公やりたいなって思った、王様もやりたいなと思ったんですけど、でもなんかな、ちょっと恥ずかしいしな、自分で立候補して主人公やるのもみたいなことを思ってる時に、なんとなく、あでもと、これ社会に出る時に全く同じことが起こるんじゃないかな、例えば20歳ぐらいになった時に、みんな何かしらの職業をつくわけじゃないですか、それどうやって決まるんだって思った時に、こう言ったもん勝ちなんじゃないかなって、その、あもう俺王様しかやらないとか、例えば自分は何々この役しかやらないって言い切って、それを役を勝ち得てそのまま貫いたらそれに慣れちゃうんじゃないかなと思って、でとりあえず試してみよう、でとりあえず先生俺主人公主役以外やりませんみたいな話をして裸の王様の役をあれしたんですけど、でもその時に結局他にも何人かこう立候補したがってる人がいたんですけど、こう自分はそこでやりたい役を勝ち得なく自分のわがまま貫けなかったら、今後もなんか諦めなきゃいけない可能性が出てきちゃうだろうなと、ここはとりあえず意地でも勝ち取るしかないと思って、まあ、その時はその主人公主役か主役 をやることができて、で小学生の時にこの自分のわがままを極めてったら将来自分は何にでもなれんじゃないかなっていう、その大人になった時に自分はもうこれしかやりません、どうせ同じような教育を経て、社会に出るまではレベルなんてね、もうね、どんぐりの成功というか、はい、所詮なんか学校でそれ勉強しかしてませんの中に何に向いてるも何もないじゃないですか、で結局それどうやって決まるのかなって言ったら、もう自分がもう自分これですって言ったもんからそこに飛び込んでって、でそこで必要なスキルとか知識っていうのを勝手にそこでやってれば身につくはずだし、ってなると、まずはこうとりあえずやりたいものをわがままを貫くスキルさえ身につけば、一旦はいろんなものがクリアできるぞと思ったのがきっかけだったんですよね。小学校でそれに気づくって結構すごいなと私は思っていて、まあ、他あんま何も考えないあんまりよく考えた時のあれがそれだったっていう、それ以降はだから
何を努力するどうこうってあんまなかったんですけど、うん、自分の相手出てきて欲求とかわがままは意地でも叶えるみたいなのは、うんうん、まあ、甲子園目指す野球部の人たちがいるみたいに、はい、自分はなんかこうわがままを極めていこうみたいなのが、うん、漠然と小学校の時、うん、それ以降はこう、まあ、それをやって何の意味があるんだみたいな、こう自分の中の欲求でしかないものでも意地になって叶えていくみたいなのを連続だったかなと思いますね。なんか結構その、まあ、クラスにもいろんな人がいると思うんですけど、その中で例えばやりたいけどなんか言えない、結構優等生タイプのなんか譲ってしまうような人たちが、なんかそういうふうになんか欲求に忠実に従うようになるにはなんか どういうふうにしていけばいいのかなって思うんですけど、こう我慢し続けて生きてきたけど、まあ大人になってそれこそ職業とか選択するときになんか今からでも変わりたいとか思った瞬間に、多分皆さん悪あがきとか手に取ると思うんですよ。変わりたいって思って取る本だと思うんですよ。変わりたいと思ってみんなの悪あがき手に取ってくれたらもっとすごい、はい、ビリオンセラー間違いない、はい、まあでもなんか今となって思うところで言うのは、うん、自分の場合ですけど、その昔からその主人公とかにこう憧れがあって、うんうん、で自分の人生っていうのは自分の自伝の主人公じゃないですか、うん、でその物語を今生きているっていうことを考えた時に、はい、そこで何かを諦めたりとか、うん、まあ、じゃあ誰かに譲るっていうことはその物語に、うん、じゃあその自分の欲求で湧いて出たこういうことが自分のストーリーで起こればいいなと思うことが、うん、そのエピソードなくなっちゃうわけじゃないですか、うん、いいんですか、はい、っていう、なんか自分の自伝の主人公は自分でしかないのに、うん、そのエピソード諦めていいの、うんうんうん、例えば自分で言うと中学生の時にチロエ島っていうところを放浪の旅に出る、はい、でももちろん周りに中学生の島を、うん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 、旅するの危ないって言われるんだけど、でも自分の自伝を考えた時に、うん、いや中学生ぐらいにそのぐらいのことやっておかないとダメでしょ、うん、っていうふうに思った時に、じゃあ親がダメって言うから諦めるってなったらそのエピソードなくなっちゃうわけじゃないですか、うんうんうん、でそれを良しとできるんであれば、まあ、諦めればいいんじゃないの、うん、と思うんですけど、うんはい、僕の場合はなんかその自分の人生の、うん、責任というか最終的に結束は自分にしてしかないわけ で、はい、でそれを他人によって変えられるっていうのは、うん、自分の自伝に責任を持ってないと一緒じゃないですか、うん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 、だから自分が絶対このエピソードが必要と思ったものは死んでもやるというか、うん、ないと成立しないの、うん、僕の自伝みたいな感じですか、ね、だから例えば社会に出て、うん、本を出すっていう時も、はい、こう出版社を作る前なんですけど、うん、世の中の人が本を出せる側と出せない側の人間がいた時に、うんうん、じゃあ自分の自伝はどっち側の人間のストーリーなんだろうとしたら、はい、絶対出せる側でありたい、じゃあ死んでも年内に出すしかないんだみたいな、うん、でそれはもう自分の中では出せるのか出せないのかっていうよりも、もう出すしかないっていう、うん、そうしないとこの物語に生きる意味がないみたいなぐらいに、うん、まあ、どうしても思っちゃうんですよね、はい、だから自分の自伝を物語の編集者という目線で考えた時に、主人公がそれを諦めそうになった時に、うん、それをそのまま許しますか、うんうん、っていやいやそこは行けよ、うんうん、っていう時はやっぱプッシュするじゃないですか、はい、だからその視点は多分なんか必要なんじゃないかなと思いますよね、うんうん、なんかでもその考え方はすごい面白いなと思っていて、多分なんかみんなが最終的に自伝を出せるぞって思いながら生きていないじゃないですか。だからあえてこう逆算するというか、もう絶対に自伝を出すんだぞっていう前提で人生生きたら、必要な第一章はこれがいいとか、このエピソードが欲しいみたいな感じで、こう欲しいものを取りながら生きていけるようになるっていうのは結構面白いなって思いました。そうですね。まあ、それが実際に自伝という形で本で出る出ないっていうのは別にどっちでもいいと思うんですよ、うんうん、ただ自分の人生の主役は絶対自分でしかなくて、うんうんうん、っていうことを考えた時にその物語にそのエピソード必要ないですかっていうところなんですよね、うんはい、だからもっと怖いのは具体的にその瞬間の欲求として明確に出ればいいんだけど、例えば20代の時に起こったのは、はい、無意識のうちにそういった夢をスルーしてるっていうことがあって、うんうんうん、例えばほとんどの男の人って、はい、特に昭和の男
生まれの男の人ってやっぱ少年ジャンプを読んだので、はい、やっぱ強い人とか戦うヒーローとかに憧れたりするじゃないですか、はい、で僕二十歳あ24歳の時か初めてその後楽園でボクシングの試合を見に行った時に、うん、こうリングで同世代ぐらいの人が命かけて戦ってそれを仕事にしてるんですよね、うん、それ見た時に結構ショックで、うん、ちっちゃい時にそういった戦うヒーローとかあのリングの上で戦う人とかにすごい、まあ、筋肉マンとかもそうですけど、はい、憧れていたのに気がついたら一度もジムに通うこともなければ、うん、そういうものに参戦することもなければ戦うっていうことをしない物語を生きていたのなんで、うん、はい、でそれって別にボクサーになる夢を諦めたっていう意識はないんですよ、うん、その時点で自分はでも挑んでもいないから、うん、夢破れた認識もなくて、うん、これやばいなと思って、で夢を全部叶えろって言われるとしんどいかもしれないけど、うん、少なくとも落とし目はつける必要があると思って、うんうんうん、挑んだ上で叶った破れた、はい、であれば挑んだけどできなかったねは一つ成立するけども、うん、挑みませんでしたスルーしましたって、はい、こう何も始まってない物語進んでみたいな話でそれ一番良くないなと思って、うん、でその時はもういても立ってもいられなくなって、うん、これはとりあえず落とし前つけるしかないっていうので、うん、当時そのボクシングの弓道防衛の世界チャンピオンの時計さんっていう人に手紙を書いて、うん、僕と戦ってくださいっていう、まあ、挑戦状みたいな感じで、はい、で効果不効果それが本人に届いて、うんうんうん、後日ボコボコでもあのそれで一つなんか決着をつけれたんですよね、うんうん、でやっぱそれによってやっぱ世界チャンピオンになる人たちっていうのはどういうあの努力をしてどういう物語を生きていてっていうのも見えたし、でもそれはそれで自分の中では意味があって、でもやっぱその時にもやっぱ挑みもしないでスルーをしちゃう怖さ、うん、気がついたら何年も経っちゃってる大人になっちゃってるっていうのは怖いなって思いましたね、うんうんうん、なんかそういう例えばボクサーの方にあの手紙を出すとか、なんていうんですかね、わがままを貫くにも結構周りの協力っていうんですかね、なんか周りの力とかが必要だと思うんですけど、はい、そのわがままを貫くためになんか工夫していることというか、といつも大切にしている信念とか手段とかってありますか？特にね、手段っていうか、はい、もうやってきて感覚的に思ったのは、うん、全力で走るとそれに人がついてくるって囲まれるっていうあ、それがもうあいつ死に物狂いで走ってるからちょっととりあえず一緒についてってみたいな層が絶対いるっていうのと、 あ、はい、あと、まあ、協力者だけではなくてそれを叶えるために例えば本を出したいってなったら出版社から OK をもらわなきゃいけないとか、はい、まあ、それ以外のも含めて、うん、何かしら壁が絶対立ちはだかるんだけれども、うん、でそこを結局その人の OK をもらえれば叶うみたいなケースって多いじゃないですか、うん、はい、でそういう時とかに諦めることを諦めてしまっていたら、うん、もうこっちが折れないんだから相手が折れるしかないじゃないですか、うんうんうん、だからその技は結構だから諦めろ諦めろっていうのは、まあ、この本の一つのコンセプトでもあるんですけど、はい、これ結構ね卑怯な技として例えばその僕が25歳の時に初めて本を出しました企画書もありなさい、うん、はい、で、まあ、大きい出版社の社長さんに本を取りに行って、うん、で、まあ、でも向こうは5分間の時間をくれるってなったんだけど断るために5分間だったんですよね、うん、あ、はい、でやっぱ出版の社も初めてそういうところを応接して行って、うん、でもうスタートからこっちの話は聞かないんですよ、うん、こう焼き身ねと、あ、世の中本がどれぐらい出て出版業界の現状知ってるかと、うん、もうこのご時世芸能人の本だって売れないと、うん、その中無名の新人の本なんて売れるわけがないじゃないかと、でその話は5万とくるけど出せるわけがないみたいな、うん、話をされたんですよね、はい、でその時もなのでこうこうこうでまた機会があれば、うん、今日はお引き取りくださいっていう、はい、まあ、きっかし5分で奥さんが来て、うん、こっち一言も喋ってないっていう状態で、うん、ただまあ僕はこう諦めることを諦めちゃってるわけじゃないですか、はい、だからこう本を出させてもらえるまでは引く気がないんですよね、うんうんうん、僕そこから延長線で3時間その場に居座ってしゃべるんですよで最後はもう向こうが折れるしかないんで、うん、こうまあ折れるしかないんでっていうか、こう相手にまず、まあ、こっちの方がまずそのやり取りでいうと
不利な立場にいますね、うんうん、決定権向こうにあるから本を出すか出さないかっていうのは、はい、なんだけどもこっちが一歩も引く気がない覚悟が伝わるとどうなるかというと、うん、対等の位置に立てるんですね、うん、要はどういうことかというとで出版社の社長だとするじゃないですか、はい、僕が出版のお願いしますいやいや無理ですって、うんはい、でもそのこいつ絶対諦めないし狂気すら感じるっていうのになったら、うん、なんなら本を出せないぐらいだったら僕はこの後生きる意味もないんだから腹をこの場で切りますぐらいな覚悟が見えちゃった瞬間、はい、いやいやうちの会社の応接まで腹を切ったら事件に仕込まれますってなって腹を切られたくない社長さんと本を出す気のない人間になるわけじゃないですか、うん、なので向こうは向こうで腹を切られるわけにはいかない、はい、でこっちはこっちで本を出させてもらえないわけにはいかない、うん、じゃあどうすればそれができる実現できるかを一緒に考えましょうみたいな空気になるんですよね、はい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 、だって腹切られたらもう応接しだらけになっちゃうんですそんな話をそんなことは一切脅しになっちゃうから言わないけれども、はい、そんぐらいの覚悟が伝わった時点で、うん、じゃあどうしますっていう話に絶対話し合いっていくんだけど、はい、ほとんどの場合はちょっとこう突き放せば引くなと思ったらそれで進むじゃないですか、うんはい、でちょっと突き放したくらいじゃ引かないなって、うん、でも本当に完全に断ち切ったら腹切りそうって思ったら、はい、断り切れないんですよね、はい、だからもう押し出し結構いやなんかその本を読んだ時にその3時間熱く語ったっていう記述はあったんですけど何を話したのかが書いてなかったのですごい気になってたんですようん、どんな本を出したいかが決まってなかったんですよ。あ、はい、なのでなんで僕は本を出さなきゃいけないかって3時間ぐらいかかったんですよ。意義みたいなのを世の中には本を出せる側の人間と、はい、出したいと思った時に出せる側の人間と、うん、出したいと思っても出せない側の人間がいます、うんうん、でおそらく本を出したいと思って出せる側の人間はそれ以外のことをやる例えば店をやりたいとか、うん、映画を作りたいとか、はい、ファッションブランドを立ち上げるそれ以外のこともやろうと思った時多分できる側の人間であると、うんうんうん、で本すら出したいと思っても出せない側の人間はそれ以外の夢もいろいろ諦めるんだろうなと、うん、本を出したいと思って出せないんであればお店をやりたいってもやれないし映画を作りたいってもやれない側のに、うん、まあざっくり二分割すると、はい、そんな感じに分かれるんじゃないかなと、うん、で自分は絶対出せる側にいないと、うん、他にもやりたいこといっぱいあるのに、はい、なので意地でも出さないといけないんですみたいな話を、うんはい、でなぜなら自分にはこんな夢がみたいなことを3時間ぐらいかかってこれテンションどんな感じで喋ってるんですか、なんかどんな感じなんだろう、でもまあこんな感じじゃないですか、こんな感じなんですか、なんかだいぶリラックスなんかすごい、あでもなんかその社長さんが最後言ってきたのは、うん、最後その話が終わった時に、なんかね最後出版が決まる時はその社長さんがもう分かったと、おうで君からはその狂気を感じるでその人は、尾崎豊さんの本が初めて出た時に、はい、そのチームに入ったメンバーだったらしくて、はい、で尾崎豊さんも、うん、あの当時あの尾崎さんの目には狂気があったと、うん、であなたの目にも同じものを感じたって、はい、尾崎さんって言われてくれるみたいなただと、うん、君が出版のこと何も分かってないのも分かったから企画書が書けないのも分かったと、うんうん、なので1週間後にもう一回時間を作りましょうと、うん、でその時には君の1年後のビジョンを教えてくれとそれで決めるって言ってくれて、はい、で結果1週間後なんかビジョンとか言われても意味分かんないじゃないですか、はい、その自分はもうその場で出版を OK もらうことしか考えてない、うん、言うならばサッカー選手で言ったらワールドカップの試合当日の選手に向かって1年後のビジョンを待ってもいや考えてませんよって話だよ、うんはい、何も考えてなかったんでもうとりあえずビジョンって言われたからよく分かんない映像を作ってこれが僕の1年後のビジョンですみたいなそうだったらなんかこう笑いながら OKOK って言いましょう、そんな感じだったんですね、そうそう、だから本気でもうやらないという選択肢を本当になくすと、うん、人って多分目とかに狂気が出て、うん、人はそれに巻き込まれるんだと思うんですよね、はい、じゃあなんかノウハウとかロジックとかではなくてもう熱意というか、だって本当にもうこれができないんだったら死んだ方がマシだって心から思っていたとして、うん、それで死ぬ人多分いないじゃないですかはい、ってことはそこ貫いちゃえば叶うってことですね、うん、だから
ほとんど大抵のことはそんな感じで叶う気がするんですよね。ね、その北里さんのお話聞いてると大体のことはそういう力技じゃないですけど、熱意をとにかく伝えれば叶ってしまうっていう。そう、テクニカルなことはその経験者が後でその人を巻き込めて協力してくれるから、はい、でもそれをやるかやらないかっていうのは結局赤レンジャーの仕事で、はい、その言い出しっぺ、うんうんうん、そのわがまま役の人がの仕事だと思うんですよね、うん、でもそこの力っていうのはやっぱその情熱でしかなくて、うん、で逆に言えばそこだけですよね、言い出しっぺの役割って、うん、会社とかもそうじゃないですか、社長とかって大体バカじゃないですか、はい、でも自分はこれをやりたいんだみたいなところにこう優秀な人たちがサポートしてくれて、はい、まあ、結果する形になるっていうのが多いと思うんですけど、うん、でも結局その情熱だけはその社長なりその言い出しっぺの人が一番持ってないと周りからしたら、いや、なんか誰のためにやってんのみたいな話になっちゃうし、そうだからそこだけはね、逆に言えばそういうふうに思えるものだけやるっていう感じですかね。で結構断られてすごすごと下がる人は実はそんなにやりたくないっていうことなんですかね。まあ、あとはそのわがままを貫くっていうことがどういうことかっていうのは分かってないのが、うん、あので本当に貫く気があれば別に一人に断られても、うん、だからって諦めるわけじゃないじゃないですか、うんうん、はい、例えば本を出すっていうことだと出版社全社回って全部に断られました、うんうんうん、ってなったら自分で出版社を作っちゃえばいいっていう話だし、うん、こう本当に絶対やりますっていうのってそういうことだと思うんですよね、はい、うん、なんかこのお話を聞いた後にこれやりたいけどできないみたいな話ツイッターで見かけたら情熱足りないんだろうってツッコミ入れちゃいそうな気がします。まあでもなんか必ずやらなきゃいけないわけでもないし、はい、そこまで、まあ、やらないでもいられるんだったらやらなきゃいいんじゃないっていう、うん、はい、で本当にやりたいんだったらやるでしょっていう感じですかね、うんうんうん、はい、なんか特に島へ の旅行を計画されたお話、あ、そうですそうです、中学生です、だとやっぱり親を説得するためにすごい、あれはなんか情熱プラスアルファみたいなものを感じたんですよ。あれはね、うち親がクソ厳しかったんですよ、はい、でそんな親がこう、まあ、南米住んでたんですけど、うん、とは言っても南米住んでても首都から1300キロぐらいだったとか、うん、いろんな伝説のある島で、はい、そこに中2だったかな、中1か中2ぐらいだったんですけど、うん、こう友達と2人で、うん、あのヒッチハイクと自転車で1ヶ月間2ヶ月間こう旅をしたいっていう、まあまあ普通のまともな親だったら断るじゃないですか、うん、なんですけど、まあ、当時ねスタンドバイミーとかで映画やったりとかしてたんで、はい、やっぱ自分のこの中学時代にもそういうの必要でしょみたいな絶対そのエピソード必要だから、うん、は絶対聞いちゃダメだなみたいな、ちょっと自伝的に考えてってことですね。まあ、あの時に結構いろんなことを学べたのは、うん、当時自分のわがままを貫くってダダこねるだったんですよね、うん、ダダこねて、はい、こねりゃ最後は親が見るに見かねて叶えてくれる、うん、もしくは周りのね先生なり友達なりが協力してくれる、うんうんうん、叶えてくれるっていう、はい、だけで、うん、ただわがままを主張してたんですよね、うんうんうん、でも旅を出る同行になると中学生がそんなことをするって先生とか友達協力しできないじゃないですか、うん、許可出せるのが試験なわけで、はい、でもその親がクソ厳しいってなった時に、うん、だだこねても、うん、まあ親からしたら子供の命が大事だから絶対ダメ、はい、絶対ってなるわけで、でうちらがやったのはまずそれを説得するために普通にやっても 100% 断られるのが分かってたから、こう一番勝負をかけやすい環境を整えようっていうんで、両方の親を招待というか誘ってキャンプをしに行こうと、キャンプファイヤーをしながら親の好きなワインを飲みながらめっちゃいい空気の時に息子2人が夢を語るみたいな旅に出たいみたいなこと言ったらワンチャンいけんじゃないかと、ちょっと映画のワンシーンみたいな、そう、当然資料みたいな作って完璧なもう、ね、南米のね、このアンデス山脈も見えるような素敵なところで満天の星空でいい感じに寄った時にじゃあプレゼン始めますってやったんですけど、もう 140% ぐらいで断られてアホかと、で結局なんかそのケチョンケチョンにダメだって言われて、
で、まあ、とりあえず泣いたんですけど、はい、でも絶対それはそのエピソードはスタンドバイミー的なエピソードは絶対欲しいと思ったので、この度は意地でも叶えたいと、うん、でそんな感じのプレゼンを2回3回、そのプレゼンのところにも親だけではなくて親の職場の、うちの親は三菱商事で働いてたんですけど、はい、その職場の人とかも招待してプレゼンをやって、真面目にちゃんと聞いてもらうためにみたいな、うんうん、親の同僚の人たちにもケチョンケチョンにされて、でもそこから諦めずに2回3回ってやっていくとだんだんちょっと協力してくれる人も出てきたりして、うんうんうん、でもやっぱ親が許可してくれればもうそれは叶うものって勘違いしてて、うん、でも旅をするってじゃあその自転車誰が買うのとか雪はどうするのとかいろいろあるじゃないですか、うん、はい、で、あ、甘かったなと、それ意地でも叶えるって言っても、うん、ただこね続けて親が OK すんの待ちみたいなのは、うんうん、死んでも叶えるって言われとはまた違うなって思って、うん、だ最悪親が OK しなくても行く覚悟 をしなきゃダメだっていうんでお金を稼ぎ始めたんですよ、はい、で当時チリだとアルバイトとか中学ないんで、うん、こう初めはその露天商に日本円のコインとかを売ってそれをアクセサリーしてる人たちだったんで、そういう交渉を始めたりとかで、そこでちょっと小銭を使って、でその後、まあ当時僕らはインターナショナルスクールに行って、まあそのインターナショナルスクールの中では英語のレベルが低減なんですけど、日本人学校に行ってる人からするとうちらはインターナショナルスクールに行っている生徒なんで、英語は喋れる側の人間だと思っているんで、僕らはインターナショナルスクールで教わった映画を次の日その学生たちに教える日本人学校、うんうん、産地直送っていうめっちゃフレッシュな覚えたスラングスラング的なやつ、そういう英会話スクールみたいなのをそしたら結構それがヒットして、うん、生徒がなんか二十何人とか集まって、はい、で料金は日本円日本価格で、うん、こう何1回の授業何千円みたいな感じで取ってたんで、はい、まあ、現地で言うとすごいお金が、うん、こう毎週のように溜まってって、でそうなってくると親とかもやばい、これはこのままにほっとくと勝手に行くぞ、うんうんうん、っていう、こいつが金貯まった時点でだんだん自転車を自分たちで買って、うん、テント買って寝袋買ってってなって、で親たちの会議が始まって、あ、はい、こいつら引かないから、でお金も自分で稼いじゃったら、うん、最悪もう家出まがいな感じで旅出ちゃうから、うん、そうすると何が起こるか分かんないから、だったら許可を出した上で危険なことをしないって約束をさせようとか、うん、安否の確認ができるように連絡を、まあ、当時携帯とかもなかったんで、はい、そういういわゆる電話をかけさせてくれるお店みたいなところにつけたら必ず家に電話を入れるみたいな話とか、はい、なんかそういう約束をルールを決めて、うん、こういう条件でだったらいいみたいな感じで、はい、最終的に親から OK をもらって、うん、その旅に出ることができたっていう、うん、でそこで引かなかったのは結構その後もあのクソ厳しいことを最終的には説得できる、うん、でそこでどの道こいつやるんだろうなっていうのを見せる必要とかもやっぱ学んだというか、うん、やっぱただこね続けるだけだったら言葉を続ければいいんだけど、はい、うん、ほっといてもやるなこいつって思わせると、うんうん、まあその時は そこがポイントでしたね、うん、じゃあただこねるからちょっと、まあ、頭を使うっていうとあれですけど、ちょっとわがままの貫き方が進化していってるんですね、なんかそうですね、うん、Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.